先生、人間ドックで胃カメラ検査を受けたところ、胃がんがあると言われて精密検査を受けました。精密検査を受けて何度も胃カメラをされたのですが、一向に診断がつかず、胃がんではないかもしれないとも言われています。こういうことはよくあるのでしょうか？はい、よくあることではありませんが、たまに胃カメラで病気の部分の組織を取ってきて、それを顕微鏡の検査に出したのに、がんかどうか微妙というふうに言われてしまうケースがあります。一口にがん細胞といってもいろいろな種類があって、一般的な胃がんというのは腺がんと言われるタイプのものですが、中には診断が難しい特殊型と言われるがんがあります。また胃がんじゃない場合というのは、例えば悪性リンパ腫のような血液の病気があたかも胃がんのように見えてくることもありますし、他の臓器のがんが胃に転移している場合など、こういった場合で悩ましいケースはあります。胃がんじゃない場合は治療の方法が全く違ったものになってしまうため、慌てて胃の手術をしてしまうと肝心の治療が遅れてしまうことにもなり、これは避けたい事態です。詳しくは病気の学校でも授業を受けてみて。